フィルム装填に失敗して写真が1枚も撮れていなかったなんて経験ありませんか？そんな失敗を減らす方法をお伝えします。こうした古いフィルムカメラの場合はフィルムを装填して裏蓋を閉めた後この巻き戻しクランク、これをちょっとこうクックってやってテンションをかけます。シャッター切って巻き上げてみる。そうした時にこうやって今動きましたね。これがこうなった場合確実にフィルムが巻き取られています。フィルムがうまく入ってなかった場合何回巻き上げてもここは動きません。その場合フィルム装填に失敗している可能性が高いので入れ直してみてください。こうした80年代あたりのフィルムカメラにはこのようなフィルム巻き上げ確認窓があってちゃんと巻き取られているとこの窓が揺れるような動きをします。ここが動かない場合はフィルムがちゃんと装填できていない可能性が高いのでもう一度入れ直してみてください。こうしたフィルムカメラやオールドデジカメなどいろいろな情報を発信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。